ありがとうございます。じゃあ、お座りいただいてもよろしいですか。それでは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは脚本構成監督を務められました佐藤浩一さんです。あ、今日はどうもありがとうございます。ちょっと意見座らせていただいて申し訳ないですけど、私実は山形出身ということでですね、この、ポレポレ東中野で上映していただけるということで、ちょっと馳せ参じたという感じなんですけれども、今日は朝倉さやさんにまでちょっと来ていただいて、とても素敵な会になったなと思っております。どうぞよろしく、ね、お願いします。ありがとうございます。続きまして本作の主題歌で参加されている朝倉さやさんです。こんにちは、山形県出身シンガーソングライターの朝倉さやと申します。よろしくお願いします。それでは早速映画についてお話を伺いたいと思います。まずは監督、今回この映画どのようなきっかけで、またなぜ朝倉さんに歌をお願いすることになったのか、そのいきさつも含めて教えていただけますか。はい、実はですね、この映画の制作が始まったのがかれこれ4年以上前なんですけども、映画にも登場されました永瀬さんご夫妻という紅花栽培をされている永瀬旦那さんの方からですね、ぜひこれを映画にしてほしいということで相談を受けまして、通常そういうのってこっちからこれ作りたいんですけどお願いしますみたいな感じで行くことの方が多いんですけども、これに関してこの作品に関しては本当にその栽培してる方から映画にしてほしいっていう普通と本当逆パターンでお願いされて作ったんですけれども、なんか結果として完成した後にですね、やっぱりこれはそれが一番この作品の強みなんじゃないかなっていうふうに思いまして、なんかそれでその森人たちですね、その人たちも本当にすごく協力して、なんか通常の映画だといろんなジャンルの作品がありますけど、この映画に関しては紅花愛それに尽きるっていうすごくピンポイントな映画で、ちょっとそれもやっぱりちょっと他にはないなんか新しさっていうか、そういう作品なんか恵まれた作品になったなというふうに思いました。はい、あと朝倉さんの、お願いしたきっかけもぜひ、はい、すいません。ですね、朝倉さんにはですね、かれこれ私ちょっと結構長く10年まではいかないんですけど、7、8年ぐらいですかね、ほぼ10年ですね。ほぼ10年も、もう10周年でしたっけ。来年10周年なんですよ。なのでほぼ10年おめでとうございます。山形テルサというホールで私実はその朝倉さんのライブビデオのカメラマンとして、私もともとカメラマンだったもんですから、カメラマンとしてなんかこのステージの下からこうなんか何台かで撮るんですけど、ここの、レールかなんかでこうぐーっと動くカメラでこうずっとロアングで撮影したりとかやってたんですよね。でたまたまその 2年前ぐらいですかね、山形でちょっとカメラマンでちょっと撮ってほしいっていうCM の撮影をした時に、実はちょっとした打ち上げがあって、その時にちょっと実は今映画を作ってますと、でぜひこの映画には朝倉さんの歌が必要なので、ぜひ協力していただけませんかっていう話をちょっとさせていただいて、でその時にもうこの映画を作ってるメンバーでこれはもう朝倉さんの歌が入らないと閉まらないよねみたいな話はもうしてたんですね。で最初は紅花摘み歌をお願いしようと、で映画のど始めにバーンと行こうっていう話をしてたんですけど、だんだんこれ編集してるうちにだんだんこうあれこれ最上川船歌もあった方がいいんじゃねみたいな話になって、すいません追加でこちらもみたいな感じには確かなったと思うんですけど、はい、
監督からかなり無茶振りもあったかと思うんですけども、実際に今回紅花の映画ってまず聞いて、朝倉さんどんな風に思われました？今回オファーがあった時です。あ、そうですね、はい、もう山形っていうと山形の県のお花でもあるんですよね、紅花っていうのは。そうするとやっぱり子供の頃から素晴らしいものであるっていうことと、それがすごく身近にあるっていう、そういうなんか紅花はすごく印象があって、でお花はすごい年濃いっていうですね、そういう印象がありまして、で私ちっちゃい時から今シンガーソングライターとして歌わせていただいているんですが、民謡が好きだったんですよ、家族の影響で。そうすると今回歌わせていただいた紅花摘み歌もやっぱり大好きな民謡の一つで、で歌詞の中に千歳山っていうのが入ってくるんですけれども、千歳山からな高架の種まいたよって紅花なんですけど、そうすると千歳山っていうのがですね、こう私の住んでいるところすごい近くにあるんですね。なのでなんかこう紅花、そして千歳山、こう紅花摘み歌っていうのがすごくこう身近にこうドーンってあったものだったので、それの魅力をより知ることができる映画なのかもすんねなと思ってすごく興奮しましたし、でさらに佐藤監督さんはそのカメラマンさんとしてももう約10年前ぐらいからお付き合いがありまして、で山形でテレビ CM もさせていただいたっていう時にすごくいつもこう丁寧にお仕事をこうされる方だなと思って、でこの映像も真心で溢れていると思って素晴らしいなと思っていたので、その佐藤さんが作られる映画だったらば絶対に素晴らしい映画になるなというふうにこう思っていたので、そこで今回主題歌を担当させていただけるということで、すごく楽しみだなと最初から思っておりました。はい、ありがとうございます。かぶっちゃいましたね。かぶっちゃいました、ね。ライナー近いです。すみません。今回は紅花摘み歌と最上川船歌ということなんですが、今回この映画のために収録したのが紅花摘み歌ということで、はい、そうですね、収録は、今回されたということなんですけども、はい、はい、そうです、レコーディングをしまして、でちっちゃい時から好きな歌だったので張り切って心込めて歌わせていただいたんですけれども、紅花摘み歌というのはお囃子というのもあるんですけれども、それも私が担当させていただきました。歌お囃子というのをやらせていただきまして、それでこうアカペラでマイクの前で1対1でこう歌ったんですけれども、そこからですね、私今年5月にアルバムをリリースしたんですけれども、この紅花摘み歌を歌った時に、あれそういえばちっちゃい時に歌ったっけ、音源あっけなって思ったんですよ。でもしかしたらまだ残ってるかもしんねえなと思って、で山形からですねたくさんのテープをですね送ってもらって、昔テープでしたので全部録音がテープを送ってもらって、そしたら2、3歳ぐらいの時に歌った紅花摘み歌がやっぱりあったんですよ、音源が。すごい。こうしてこれはもう運命だと思って、でここは今年リリースしたアルバムがその人生と命を歌ったアルバムなんですが、これは自分の歌の人生の始まりみたいなものなんじゃないかと思って、このアルバムの1っていう、もうタイトルも1にしたんですけれども、一番始まりということで、アルバムにも紅花摘み歌を入れるっていうことになったというですね、何かこういろんなものがこうつながって、私にとってもこの紅花の森人という映画、そしてこの今回主題歌を歌わせていただいたっていうのがすごくこう人生の大きな出来事になりまして、本当にありがとさまという気持ちであります。はい、結構映画の上映してから、はい、あれなんか CD になってないんですかとか結構問い合わせが来てて、なってないんですよ、これはもう映画でしか聞いていただく、そうなんですよね、はい、そうなんです。アルバムに入ると、はい、アルバムでちっちゃい時の私の歌聞いていただいて、今回この映画では大人の私の歌を聴いていただければなというふうに思っております。はい、いやでもすごいですね、紅花から始まって2歳から歌ってたっていうことなんですね。そう、もう本当です、もう物心ついた時からだったので、もしかしたらお腹の中から歌ってるんですか。、はい、ありがとうございます。
今回、映画の冒頭で出てきました山形のすごい大きな垂れ幕があったかと思うんですよ、紅花の。鈍鳥ですね。鈍鳥ですね。鈍鳥。はい、あれは山形銀行の山銀ホール、県のホールですね。ことですよね。うん、あそこが今回のこの映画のこけら落としか封切りをあそこでされたということです。はい、朝倉さんにもおいでいただいてですね。お邪魔しました。映画で実際にその鈍鳥、本物のその一箇所だけ、あれ全部紅花じゃないんですけど、一個だけ本物の紅染めを使ってるんですね。で、あそこに、まあ、ドローンをちょっと持ち込んで撮影したりとかしてるうちに、まあ、県のホールの方から共済事業でどうですかって言ってもらって、あ、じゃあぜひっていうことで、そこをこけら落としにして、どんちょうが上がるとまたどんちょうが出てくるっていう、なんかよくわかんないことになってます。素敵な始まりでした。はい、今年またあれですか、朝倉さんは山形でのライブがあるというふうに聞いたんですけど、はい、そうなんです。11月の27日に、いや、コロナで本当になかなかこうやってうだうごどもないっていう時が続いちゃったんで、約3年ぶりに山形で11月27日コンサートするんですけれども、なんかこうこの映画を見て、ね、皆さん見ていただいたと思うんですが、やっぱりこの山形のです、この今回のこの紅花の守り人っていう映画、私も拝見もちろんさせていただいたんですが、拝見したんですが、この紅花の素晴らしさはもちろんなんですが、それをこう守っている人、山形の人、この環境みたいなのもなんか改めて素晴らしいなと思ったし、誇らしいなってこう思ったんですよ。なので今年11月27日私は山形でコンサートするんですが、いがったらですね、コンサートはもちろん欲しい、山形は丸ごと楽しんでいただきたいなというふうに、そんなことを思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テレサですね。そうなんです。ありがとうございます。すごいいっぱいお知らせしてくださってありがとうございます。そうなんです。駅からすぐですよね。駅から徒歩10分って書いてあるんですが、走れば5分ぐらいで着くかなぐらいの本当に近いところで。山銀ホールの隣なんですよね。あ、そうそうそう。なぜかホールが並んでるって。そうなんです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 。わかりやすい、はい、ところにありましたので。ありがとうございます。本当に映画をご覧いただいて、ぜひ山形にも行っていただきたいなと思うんですけども。そうですね。監督からぜひ今回この、まあ、4年かけて撮影したということで、一言、まあ、一言二言でなってしまうんですけども、今回撮影で、印象に残ったこと、苦労されたことも含めてお願いいたします。そうですね、今回その映画を、まあ、まあ、4年かけて制作してるんですけれども、やっぱりその撮影してる時ってやっぱり劇映画じゃないので、その最終的にどうなるかっていうのがなんとなくしかこう思い浮かべられないんですけども、まあ音楽どうするかとか、歌をどうするか、ナレーションどうするかとか、まあ、なんとなくぼんやり考えながら進めていたんですが、今回初日にも来ていただいた今井美樹さんですね、歌手の今井さんがやっぱり思い出ポロポロの太鼓の声を演じてるっていうので、ちょっとつながりがあるっていうので、これはもう紅花の映画のもう何ていうんですかね、ファイナルアンサーというか、もうこれしかないだろうと決定版にしたいなと思って、もう今井美樹さん、そして朝倉さやさんというですね、もう最強の布陣で完成できたなと思っております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。先ほど紅花摘み歌、お話出ましたけども、今日、少し歌っていただける、はい、ぜひ歌わせていただきたいと思います。なんかちょっと、ね、皆さん今映画を見てホクホクの状態だと思うので、こう今見たですね、こう感動をこう目にこうやって浮かべながらですね、聴いていただければなと思います。であれば紅花摘み歌です。千歳山よとしんしゃん、それで山形花だらけ、さっさつまっしゃれつまっしゃれ。ありがとうございます。ありがとうございました。
これからですね、ちょっと少しフォトセッションタイムにちょっと入らせていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、今日口紅を以前紅花の森人の方々にいただいた、なんて言うんでしたっけ、紅チョコでちょっと口紅赤くしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひそこもちゃんと映るようにお願いいたします。そしたら今井さんのサインと朝倉さんのサインと監督のサインが入っております。こちらの方もじゃあすいません。いかがでしょうか。たくさんの写真ありがとうございます。はい。じゃあラスト、じゃあ右側の方にじゃあお写真いただいて、はい。はい。じゃあここで一旦終了したいと思います。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、それぞれ一言メッセージを頂戴したいんですけども、はい、今回は本当に貴重な、経験させていただきまして、本当にありがとうさまでした。ありがとうさまでした。これからですね、この映画は山形初上映して、そこから今日は東京で公演、さらに全国へとこう羽ばたいていくわけですけれども、皆さんね、こう見ていただいて感じられたと思うんですが、本当に紅花の魅力、小団子のもう知ってるつもりでいたのにしゃれっけなっていうことがあったりとか、それを守る人々のこうあったかい気持ちだったりとか、山形の素晴らしさだったりとか、本当にこう魅力が詰まった映画だと思うので、これからどんどん全国でいろんな人の心を動かしていくんだべなと思ってワクワクしております。私もこう歌うものという立ち位置の森人としてですね、これからもしっかり歌い続けていきたいなと思っております。本当に今日はどうもありがとうさまでした。ありがとうございます。それでは監督、最後に、皆さんにメッセージをお願いいたします。皆さん今日は本当にありがとうございました。この映画ですね、23日まで、こちらこれこれ東中野で上映しておりますので、ぜひちょっと口コミでですね、周りの方にこれ よかったよっていう歌も映画も最高だよってこう広めていただけると大変ありがたいなと思っております。今日ちょうどマルシェも上でやってますので、紅チョコもね販売していますので、ぜひちょっとご覧になってください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、佐藤浩市監督、朝倉沙耶さんでした。大きな拍手をお見送りください。ありがとうございます。TV.